かつての町役場。合併後は、北秋田市谷支所として使用されている。兄号駅から見た駅前通り。兄町は、秋田県の北部に位置した町である。2005年3月22日、北秋田郡の高野須町、相川町、森吉町と合併し、北秋田市となった。合併後は、北秋田市谷〇〇として地名が残るが、北秋田市谷前田地域は、 旧森吉町であった。1955年、兄号町と大兄村が合併、兄町となる。山深い谷に狩猟生活をする、兄またぎの集落が点在していたほか、1309年に発見された兄鉱山の金、銀、銅の採掘で栄えた。以前は、銅の生産量が日本一だった。某住山が修源の場として開かれていた頃、某、 住山一帯を支配していた高倉長者という族長がいた。その長者に立子という一人娘がいた。この娘の婿は兄と言ったので人々は彼のことを兄伝と言った。ところが婿を取ってしばらくしたら長者に男子ができた。長者は後に財産の争いが起き血を見ることがないようにとくじ引きで土地を分け与えることにした。その結果 娘婿の兄伝は、米が、沢、実子は、鎌が沢に住みそれぞれの地を支配することになった。その後、二人は奥地を切り開き、娘婿は、大兄といわれる、非立内地区まで、実子の方は、小兄と呼ばれ、剥ぎ形までをそれぞれ支配することになった。アイヌ語の、兄が転じたものという説もある。しかし、このような妖霊は、アイヌ語時点では確認できない。 ありがとうございます。